ちしてきたら、はい、おはようございます。大きくだんだんだん。我が家では最近頑張り表っていうのをつけてて、ママのお手伝いとかしたらシールがもらえて、ママのサインがもらえるっていうシステムをやってます。で、そのシールが今回100ポイント貯まったので、ポケモンパッドを買いました。こっちだ。ポケモンパッド、ピカッタアカデミーを買いました。このポケモンパッドっていうのが何なのかっていうと、近年、教育で注目されているスティームっていうのが組み込まれたチーク玩具になってます。で、そのスティームが何なのかっていうと、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アーツ、マセマティックス、この5つの頭文字を取った、理数系分野だけではなくて、まあ、芸術分野も、重要視するっていう教育方針が組み込まれたゲームになります。4つのジャンルに分かれてて、ステムモード、アート、コミュニケーション、文字生活っていうのがあるんですけど、全部で、1800問以上あるので、まず、実際、まあ、やってみたいと思います。はい、では実際ポケモンパッドで何ができるのかやっていきたいと思います。ポケモンパッド、ピカッタアカデミー。ジャンルがステム、コミュニケーション、アート、文字生活って分かれてて、の文字生活するの率、文字生活やったら、あ、ひらがなで、ひらがなの書き、書いてみよう。これひらがなを選ぶと、書き順も書いてやって、ひらがなの練習ができます。あ、率てん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 って載ってるわ。一回消して、ちょっとずれたけど、完成って押してみて。よくできました。というふうに判断してくれます。戻る。シール帳で問題を解いていくと、スタンプがもらえるんですけど、スタンプが5つ集まったらポケモンシールをもらえます。では代わりに文字生活、文字生活やったらひらがな、カタカナ、漢字、時計、お金のことが学べます。で、次はアート。アートは演奏レッスン、音色を作ろう、自由に演奏、お絵描き、ポケモン塗り絵、付け足しお絵描き、ポケモンドレミ、カラオケができます。勉強したいものを選んでね。付け足しお絵描き、あ、ピカチュウがもともとここにイラストであって、追加で描いていく感じかな。モンスターボールを嫌がるピカチュウを描いてみました。勉強したいものを選んでね。と、次にコミュニケーションは音読とか早口言葉、挨拶、世界地図、世界の言葉、アフレコ、 ABC、 英会話ができます。では、世界地図をやりたいと思います。結構率には難しいレベルです。で、次がステム。ステムはプログラミング、アニメ制作、作曲、数字、計算、形、サイエンスクイズ、ディアパズル、回路パズルがあります。回路パズルやってみたいと思います。回路をつないで電球をつけよう。
はい、ということでやってみたんですが、本当にいろんな種類の、ものが学べて、かつ楽しいゲームになってますので、まあ、子供から大人まで楽しめるものとなっております。定価の値段が15,000円なんですけど、 Amazon とか楽天とかで見ると10,000円ちょっとで売ってますので、本当に10,000円なの？ 10,000円で買えるの？っていうぐらい中身が充実してますので、おすすめの商品です。で、バッテリー内蔵型ではなくて単三電池4本か AC アダプターを使っての使用となるんですけど、単三電池やったらちょっとねすぐなくなってしまうので AC アダプターを使っての使用をおすすめします。今年から必修化されるといわれるプログラミングの基本もピカチュウと EV を使って学べるので本当に楽しいです。で、僕やってみたんですけど難しいところもあります。ですので、お父さんお母さんと一緒に解いていくっていうのもコミュニケーションの一つにもできるので、ご検討してみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上になります。ちょっとでも良かったなって思ってもらえた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。